はい、おはようございます。AM セバンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンこと先にぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これでやっていきましょう。よろしくお願いします。さあコメント紹介からいきましょう。今日はサイレンススーカさんからですね、韓国で大人気のテラっていうねビールをぶっ決めてる動画に書いてるんですけども、サイレンススーカさんが僕の、ライブ配信中にもね、コメントしてくれてるんですが、 OKF っていう、韓国のドリンク、これがいろいろあって美味しいと。で、それをね、ぶっ決めてほしいみたいなリクエストになってます。このドリンクはですね、家の中にある大量のね過剰在庫、その中に1本だけ残ってて、賞味期限もね切れてなかったので、今日そいつをぶっ決めていこうと思います。サイレンススーカさん、本日はありがとうございます。さあ今日飲んでいくのこちらです。買ってきました、 OKF のアロエっていうドリンクですね。賞味期限がギリギリセーフでした。助かりました。横見たら原産国韓国って書いてますね。栄養成分 100ml あたりエネルギー 20kcal、 抑えめですね。これ以外のね OKF のドリンク、一応ネットで調べてみたんですけども、ああこれかと、見たことあるやつで、たまーに近所のイオンモールでね売ってるんですよ、催事とかやってる時に。またね次回見かけたら買ってきて、それはそれでね動画にしていこうと思います。さあというわけで今日はですね、こいつぶっ決めていきましょう。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。うわー、日本一でしょ。ジョッキしか勝たん、日本一です。かっこいい。よし、いきましょう。あー喉乾いたな。それ今日はこれからね運動しますね、筋トレやります。あーうわ、うまそうですね。なんか浮いてますねこれ、すごいな。面構え見したいけど、匂い、うまそう。あーこんな感じの匂いだよねって匂いしますね。想像通りって感じが、そんな感じですね。さあぶっ決めていきましょう。アロエですね。いただきます。いってきます。乾杯。あーめちゃくちゃうまい。何か、あーナタデココっぽいかな。うまっ。あーはい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。今日のやつこれ初めて飲んだんですけど、いや飲んでよかったなって、ほんとめちゃくちゃ美味しかったですね。こんだけうまいのにね、こんなにカロリー低いかっていうのが率直な感想ですね。味はですね、僕アロエだったらですね、アロエヨーグルトが浮かぶんですけど、ナタデココもヨーグルトに入ってるか、んちょっとなんかね似てる感じの、はいはい、アロエってねこんな味ですねみたいな感じの味がして、それがあっさりさっぱりしてね、うまかったですね。ちなみに僕これねドン・キホーテで買いましたね。あんまり売ってるの見たことないと思うんですけど、単純にね味がめちゃめちゃ美味しかったんで、もしですね飲んでみたくなった、気になった方はぜひね試してみてください。さあ最後ね、次回よくです。明日なんですけども、貸してる動画やってみようと思います。どれだけ売ってるんですかね、ブルボンのプチシリーズ、あれをですね買えるだけ全部買ってきて、ぶっ決めて勝手にねランキング付けする、そんな動画をねやっていこうと思ってます。とりあえずねお菓子ぶっ決めていきますんでね、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これ飲めてよかった、本当にうまかった。オーライサンクス、うまい。